あ、井戸だ。医師の村、聞いたこともないが、あの渓谷地帯に村があるとは驚いたな。お前はそこの出身なのか。限界集落だ。村のこと気になるだろうが、早まるなよ。今来た道を戻ったところで、グレイグの野郎に捕まるだけだ。でもどうされちゃうのかが気になるよね。奴に見つからず医師の村に行くには、別の裏道を使うしかない。あるかな。俺ならその道を知っている。なんだったら案内してやってもいいぜ。いや詳しすぎ。だが先に俺の用事を済まさせてくれ。デルカダールの城下町に忘れ物があってな、そいつを取り戻しておきたいんだ。めんどくさ。牢から連れ出してやったんだ。それくらいの頼み聞いてくれてもいいだろ。いやちょっとめんどくさいっすね。嫌なんですけど。釣れないこと言うなって。城下町に忘れ物を取りに戻るだけさ。そしたら石の村あたりまで案内してやるよ。一人でここで待ってるからさ。牢から連れ出してやったんだ。それくらいの頼み聞いてくれてもいいだろ。ここで待っててやるからさ。よし決まりだ。けどこのままじゃちょいと目立つな。待ってろ、適当なもん探してきてやる。でも超頼れるんだけど。もうね、無限ループに入りそうだったから。はい、したけど。こいつを着て顔を隠しな。お、兵士どもが待ち受ける城下町にそのままの格好じゃ戻れないだろう。確かにこの格好他になかなかいないかもしれないからね。髪の毛も切ったらどう、この際。お、女の子みたい。お尋ね者らしくなって箔がついたじゃねえか。それじゃ、どうなのそれ。北に向かって町に戻るぞ。分かった、井戸行かせて。まずどうやら予言によると、俺はお前を助ける運命にあるらしい。改めてよろしく頼むぜ、勇者様。その占い師のとこ行きたいな。誰からの予言なんだろう。はい、やった。神が仲間に加わった。グー。おう、ジャンっていうのがね、かっこいい。はりゃー、なんですか。剣霊。あ、連携は2人以上で同時に行う強力な技です。条件を満たす仲間がゾーン状態になると使えます。2人がゾーンになると使える連携があるようなので、チャンスがあったら狙ってみましょう。そんな簡単に2人とも連携。連携じゃない、やばい。あ、連携になってる。けいれん、もうわけわかんなくなっちゃってる。連携、2人で同時にできるのかな。うん、へえ。じゃあちょっと先にここ行かしてもらうわ。いけるよね。なぜ水がないのか。水枯れすぎてないっていうか、2択だ。2個もある。あー、宝箱も発見したよ。はい、とんがり帽子。おほー、カミュにもなんか装備させてあげたいね。あれ、三択か。三択だ。いろいろある。じゃんじゃん。小さな鱗。つっぽ。獣の皮。いいね。錬金できないかな。盗賊の花。あ、今いる場所に。ほー、残っている高台の数がわかる。なるほど、これ使えるようになったんだ。いいじゃん。あ、フォトモードか。フォトモードでこういうのが見える。それホイミなポーズなの。ホイミスライムとかのふにゃふにゃしてる感じをやってんのかな。パルプンテなポーズ。ヒャドは泣くポーズなの。メラは怒る。あ、ちゃうな。グーなの。あ、挑発してる。あ、2とかもあるんだ。3。めっちゃポーズあるじゃん。めっちゃポーズあるんだけど。え、めっちゃ踊ってる。面白ー。あれ、クエストいる。女兵士みたいな人いる。お前と一緒にいる青い髪の男はカミュって言うんだな。お前たちいいパートナーになりそうだ。お前とカミュなら2人で協力しないと使えない技。さっきの説明だね。うん、それやったら教えてみたいなことかな。
お前とカミュの二人でシャドウアタックが使えそうだ。え、やってみたい。導きの教会に戦士にカミュとの連携技であるシャドウアタックで魔物を倒すんだと頼まれた。金のネックレス。お互いがゾーン状態でないと使えない。うん、攻撃を受けたりするとか。それってなんて片方だけがなる場合もあるもんね。二人ともって結構レアなんじゃないの？そうでもないのかな。埋まっていないのかな。全然ほんとどこここどこここって感じの地図ってなんだっけ、地図ってなんだっけ、これだ。あーん、全然違う方面に来たのかな。密林デルカダール城下町仮想か。そうかそうかそうか、降りなかった方だ。あのぐるぐる回る少年がいっぱいいたとこ。いっぱいはいない、いっぱいはいないけど戦ってみます。うん、リリパッド、やるぞ、やるぞ、いいじゃん、やるぞ。ゾーンゾーンゾーン、はい。いや2人、うん、いい。これ後ろに一回向いてからの振り返りね、かっちょ映画な。はい、多分初めてだったっけ、動画では。あのレベル上げじゃないか、お金稼ぎの時に私は戦ったんで、やるじゃねえか。初見ではないけど、動画的には初見だったっけ、多分。いけ、あーもういい、勝ち勝ち。2人いるだけですごい強い、いい。おう、薬草。後ろからの振り返りがなんかいいですな。でね、戦ってる時はこいつがあれ違う、なんかね、あっちの城下町、あの城の目の前の時はこの白いさ、あのモモンモモンじゃってやつは1匹しか、1体でしか絶対出なかったんだよ。だから1対1だから割と死ぬ確率もなんか少なそうで、この人ばっかりやってたんだけど、今回なんか魔物の仲間連れてきやがって、ここにやろう。あ、光ってる。なんか食べ物とか手に入りそう。どこ、あ、レッドベリーだって、いっぱい落ちてきた。あ、風切りの羽。やっぱ盗賊はスピードが速いみたいのあったよね、確か。一番最初にね、絶対攻撃してくれるんで、速い。なんかすごいとこ登ってくな。これは確かに、行ったことないところだわ。は、お、何？ここ通ってくの？すごい道じゃん。すごい道だ。あ、でも入れるんだ。あ、意外と早かった。どんどんめっちゃこう行かなきゃいけないのかと思った。ゾーン状態に全然ならんかった。おう。上の城下町とは違う雰囲気で驚いた。全然違う。ならず者たちが暮らす吐き溜め、ここもまたデルカダールの一つの顔さ。あ、やっぱちょっと仮想って感じなんだね、本当に。あ、1年前俺は相棒のデクと協力し、デク古代からデルカダール王国に伝わる秘宝レッドオーブを盗み出した。メモっとくか。レッドオーブとかってなんか強化とか年金に必要な感じのやつじゃなかったっけ。まあ、下手を打って捕まりはしたが、捕まったんかい。あらかじめオーブは後から回収できるよう安全な場所に隠しておいたな。そういうことか。じゃあ捕まったのに物がねえみたいになったじゃないの、ゴミを集めた。王国の人たち的には、その奥を掘り返してオーブを埋めたんだ。城下町のゴミを集めた、ゴミ捨て場奥。やつら自分たちが出したゴミの中に自分たちのお宝が隠されてるなんて夢にも思ってないだろうぜ。臭そう。さあさっさと回収しに行こう。ゴミ捨て場はこの奥だ。はい。ゴミ捨て場でゴミ燃やされたりとかないのかね。ここはデルカダール城下町の仮想、豊かさに見捨てられた町さ。いらっしゃいませ。あ、
おいくらですか？はい。10ゴールドか。まあ別に困ってないもんね。やっぱあそこの産後、うーわー、いるもん。そりゃいると思いましたけど。あそこの最初のね、デルカダールの上の町の方の宿屋は、3ゴールドだったから超安かったのね、やっぱり。うん。ああ、こんなとこが、あれ、まあ、捕まってた凶悪犯が逃げ出したらしいの。うん。昔投獄されていたわしが言うんじゃから間違いないはずっちゃいよ。いや、覗き見したんだろうな、きっと。そんな気がするわ。うん、意地悪な住民もいるかもしれない。はあ、いるだろうな。お金の余裕は心の余裕みたいな言う人もいるからね。ただこんなとこでも割れる壺を探す、喧嘩に発展しかねない、しかねないが。お、人がいる。登れる。あ、登れる。あー、すごい。腕の力ありすぎ。みんなジェットを探してるんだけど全然見つからないや。ジェットは隠れんぼの達人なんだよ。ジェット、子供かな。どうやって登ったんだ。子供は登れんだろう。綱渡りできる。お、あ、いるー、いるーなー、いるなー、いろんなとこにいるね。いや、この子からはあまりこう、お、そば屋さんの種だ。種もあるんだね。スキルはスキルであるけど、悪い感じはしないけどね。やっぱムービー見直して思ったけど、怖いよやっぱこいつ。でもそいつは腹のあたりにね、すごい赤いモヤモヤがあって、それで目がグイーンってなったんだよね、燃える時に。だから、なんか、なんだろう、どういうあれなんだろうね、この子は。昼間から飲んでるな。うん、人の金で飲む先は格別だね。これ盗んでるじゃん、こいつも。こいつも盗っとだな。ここは仮想名物露天の酒場だよ。飯もまずい。踊り子、踊り子、君もダイアナちゃんに会いに来たのかい。はーい、そうです。でも残念だったね。今ダイアナちゃんは壁の向こうに賑わってる城下町に営業に出てるの。ほー、ダイアナちゃん会いたい。ダイアナちゃんを仲間にしよう。あ、ゴミ箱ここじゃない。ちょっと奥行こうかな。奥も見てって、ん？絵画売ってる人？オイラに話しかけるとあんた相当ついてるよ。実はとっておきの裏情報がある。まあ5なら買ってやってもいいよ。じゃあ、買ってやるよ。大したんじゃなかったらぶん殴るけどな。前だ、実はオイラの裏側、真後ろにある板切れの上は案外寝心地がいいんだね。板切れの上？これ、あ、まだいいか。ほんと寝心地いいの。寝て襲われたりしない。ちょっとやだもん、ちょっとやだもん。美男子だからってこう、ちょ、勘弁してくださいよ。安いよ安いよ、新品同様ピッカピカ。中古やないかい、中古やないかい。革の盾、革の帽子、値段は同じだったっけ？ちょっと覚えてないけど。捨てデコパンツか？ああ、いいかもしれないね。お、上よりもなんかいいもん売ってる感じするな。ゴミから拾ってきたのかな？みたいな。いや、捨てデコ買っとくか？ 100 だし。うん。で、ちょっとカミューの方が低いから、カミューにしとく。まあ、組通用も買ってもいいんだけどね、パンツ。悩んどくか。あ、ジェットくんね。はしごを登った先の通路にいるのかな。はしごを登った先の通路、あれ、さっき行ったとこじゃないのかな。あ、なにここ、え、なにここ、なんか似つかわしくない、似つ、うん、
ここに。なんか言いたいことがいっぱいあってな。うん。なんか珍しい。ここにありそうにないような扉なのに置いたかった。眠いです。でも目を離したら泥棒ネジ気になってしまいます。我慢しなげ。寝ていいよ。僕が見張っといてあげようか。何見てんのよ。パン。いやもう夜だから洗濯物取り込んだ方が良いのでは。あ、いやこれ話しかけたらまずいことになったりするかな。占い屋さんか。ようこそメイメルダの館へ。よく当たる占いが今なら無料だよ。ちょ、占ってもらってみるか。うん。それじゃあ早速テロテロテロカトール。うん、見えた見えたよ。あんたに襲いかかる不幸がね、このままじゃあんたひどい目に遭うよ。しかし安心するがえ、ほらこいつを振りまきが不幸を避けることができるはずじゃ。聖水とかか。へえ、本来一番ゴールドはする高級品を今ならたったの100ゴールドで譲ってやろう。どうじゃね。それからさらにこの壺を買うと幸運が舞い降りてきて女の子と付き合うことができるぞ。きゃー、このイメルダの親切を無限にすると時間4つ目地獄行きじゃ。でも絶対払えない。いやちょっと成金になったら戻ってきてやるわ。じゃあ夜だけど一家ちょうど逆に見られずに掘り返せるし。着いたぜ、ここだ。うん、すぐにオーブを回収するからお前は邪魔が入らないよう見張っててくれ。いやもう他の人がさゴミ上がりとかするんじゃないの、ここら辺ってあるのかな。ちゃんと間違いない、確かこの辺りに。やってくれよ、頼むから。ないだ、だよねと思いました。バカな、なんでないんだ。この場所を知っているのは俺とあとあいつくらいしか。裏切りやがったな、なんだっけ、デク。まさかデクの野郎、オーブを持ち逃げしやがったのか。いや裏切ったね、あいつは。デクの野郎、見つけ出して締め上げてやれ。デクはそういうやつだよ。お前にもあいつを探すの手伝ってもらうぜ。デクの足取りを追うんだ。ちなみに見た目は、この先に俺たちが昔ねぐらにしていた下宿がある。2階建ての建物だから、はいはいはい、すぐに分かるはずだ。まずはそこへ行くぞ。さっき言ったね、多分カットしたかもだけど。了解です。誰もいなかったんだよね、昼間行ったら。いやまだ探してるの。いやいなかったんだけど、どこに行っちゃったんだろう。ここだね。いや人がいない。あ、ムービーだ。懐かしいな、全く変わってないぜ。ここは俺とデクが盗賊だった頃随分と世話になっていた下宿なんだ。おい、おかみ、おかみはいないか。俺だ、神だ、聞きたいことがある。おかみは留守か、弱ったな。あの人ならデクの居場所が分かると思ったんだが。留守にしちゃっていいんだね。まあ焦ったところで仕方がないか。うん、まずはおかみを探し出してデクの居場所を聞き出そう。どこ行っちゃったの。お前は町の東側にある日の宮蔵からおかみを探してくれ。あれ、まあさっき行った場所だ。おかみは見ればすぐに分かるぜ。分かるの。ただ一人の赤髪だからね。赤髪、赤髪のシャンクスか。了解。来ましたよ。いやそう、失せろって言われたんだよ、こいつに。失せろ。あっち行け、帰れ。怪しい。うわー。
こいつ悪いやつ。ゴミでも入れたれ、重たいゴミ入れたれば。あ、単純、男ってやつはだな。待て、来るな。お、何を見せられてるんだこれは。何を見せられたの私は。あの人がなんか踊り子っていうか。おかみはどこに行ったんだ。お前の方はどうだった。いたいたいたよ。なんとかちゃんだな、あの女の子。福岡の赤髪のおばちゃんが下宿の方に向かったんだな。うん、なら話は早い。早速おかみに会いに行くさ。汚え兵士を見てたわ。なんかお前見てたぞ。おい、いや、ひょう、そんなこと言えるの恥ずかしいと思え。脅してやれよ主人公。お前見てたぞって。いや、これなんか盗もうとしてる、盗もうとしてる。早く寝ろって思ってんだな多分。ここか。あ、戻ってるね。よう、おかみ、久しぶりだな。ん、いらっしゃいまし。今日はお泊まりかし。あ、あんたまさかカミュちゃんかい。城の連中に捕まってたんじゃないのかい。そ、そうだよね、分かってるよね。ひょっとして城下町を騒がせてる脱獄衆ってのは。うん、どうやら訳ありみたいだね。やれやれ、相変わらず危なっかしい子だよ。そう言うなよ、あんたに迷惑はかけないさ。そうだね、デクの場所を教えてくれればいいか。デクの野郎を探してるんだ。どこにいるか知らないか。おやまあ、懐かしい名前だこと。けど最近この辺りじゃ見かけないね。あー、とんずらしやがったか。でも城下町のお城の近くで店を始めて随分と忙しくしてるらしいよ。羽振りが良くて結構なことさ。いや、上に行ってるそいつ。おいおい、店を始めるったってあいつ。うわ、これ売りやがったな。しかも城の近くといえば一等地じゃねえか。いや、レッドオーブ売り上がりました。いや待てよ、まさかオーブを。おっと、他人の事情には首を突っ込まないのがこの町のルールだ。これ以上知りたければ自分で聞いてみるんだね。そうだな、礼を言うぜ。おかみ、行こうぜ。いや、城下町のしかも城の近くに行かなきゃいけないって結構難易度高いですな。デクが城下町で店をやってるだと。あの野郎、俺とオーブを売りやがったんだ。締め上げてオーブの行方を吐かせてやれ。戦いだ、バトルだ、バトル。そりゃイライラするよね。城下町はあの門を越えた先だ。邪魔な門番には金を握らせるか。だが旅立ち前に余計な出費は避けたいな。あの女の子を連れて行けばいいんじゃないか。やっぱり仲間にしよう。そういえばあの門番犬に弱いんだっけか。なら誰かに犬を借りて突破しようぜ。目指すは城下町、城の近くのデクの店だ。いや犬かい。いや女の子だろそこは。あ、いる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 。イエーイ。こんなところで確かに踊っても城下町に行った方が稼げそうだぞ。あら、この街では見かけない坊やね。さてはあなたも私のファンかしら。どうぞゆっくりしていってね。そういえばいつもこっそり私の踊りを見ている男の子、今日はいないわね。またかくれんぼかしら。あ、街中の噂話に詳しい。マジで。じゃあやっぱ探した方がいいのかな坊やちゃん。ん、あ、朝になっちゃった。いなくなっちゃった。いなくなっちゃったよ。一瞬でいなくなっちゃったよ。ダイアナちゃんだった。畜生、ダイアナちゃん。嘘だ、早すぎる。
早すぎる別れだった、畜生。んこの子か。ふふ、さすがドラゴだわ、あの門番の慌てっぷりと来たら。あ、見ないでよって言ったのか。用はあるんだ今回。うん、うちの犬を貸してほしい。冗談も休み休み言ってよ。この子はあたいと同じ生まれついての一匹狼なの。誰にも懐きはしないのよ。あ、でもそうね、レッドベリーと聖水をくれたら考えてあげてもいい。レッドベリーは取った、聖水は持ってたかわからねえ。うん、仮装出て足場降りた先、レッドベリーは取った。道具屋か、あーそっか、道具屋ね、了解。じゃあね、道具屋で聖水買ってきました。20ゴールドでしたね。まあそんぐらいだったらいいでしょう。うん、どうぞ。あ、それはまさか本当に持ってくるなんて。ほらドラコ、あんたの大分好物のレッドベリーよ。あ、むこしましょう。美味しいねドラコ。あとはこの聖水を振りまいてっと。あー優しいな、優しい。うん、魔物に見つからなくなる感じだもんね、聖水って。確か何よ、なんか文句ある？まあ約束だしドラコは貸してあげるけど、くれぐれも丁重に扱ってよね。ほらドラコ、この兄ちゃんと遊んであげなさい。ありがとう。言葉遣いは良くないかもしれない、でも全然。いやー可愛い、ありがとう、助かった。いいのかな、行っちゃうよ。じゃあまあこれでもね、なんとかちゃん、もう名前忘れちゃった、探さなきゃいけないような気もしたけど。ここから先はデルカダール王国の民が住まう町、怪しいものを通すわけにはいかん。うるせえ。勘弁してくれ、犬だけは、犬だけは。いけー。遠くまで追いかけろ。今のうちさ、城下町の城の近くにあるデクの店へ行こうぜ。行く、デクに行く。あーやっぱでも、うわー気になるわ。ありがとな。うん、吠え始めると長いの、遊ぶのはしばらく諦めることね。いやいいのそれで、ありがとう。やっぱ見つけないと進めないけど、その間吠えてってくれるかな。あ、いいぞいいぞ、ナイスファイ。この前もなんかジェットの話してるんだけど、この前も門番の秘密を聞いたとか言っておった。お、梶川登った先の通路で見かけた気がする。さっき行けなかったんだけど、行けるようになってんのかな。ずっと探してるんだけど、でももう門番はさ、いなくなっちゃったから意味はないよね。あー、あ、行けるようになってるし、行けるようになっているし。ジェットか。あいつはジェットか。ジェットくんか。絶対違うと思うけど。あああ、背中が見える。街が小さい割に住民はやたらと多くてな、土地が足りねえからこうして上の方にも家が建てるようになったんだ。いや危ないよね、めっちゃ危ない、怖い。まずは宝箱ですね。あ、捨てて行かないで、やった、自分のパンツ手に入れた。ラッキー、宝箱から出てきたパンツをチョークで履きます。ゲゲゲ、もしかして兄ちゃん、このオイラをかくれんぼ名人のジェットを探しに来たのか。ゲゲゲが大人に見つかっちまうとは、かくれんぼ名人小の深く。オイラもまだまだ修行が足りねえな。あのさ、悪いんだけど、この場所のことはみんなには内緒にしておいてくれよ。いや、なかなか勇者じゃないとあのロープ渡れないんじゃないか。下宿のおかみのおばちゃんいるだろ、
あの人若い頃露天の酒場にいるダイアナにそっくりだったらしいんだ。見えん、わからないな。だからってわけじゃないだろうけど、手紙を書くときに文字までそっくりでさ、ほとんど見分けがつかないらしいよ。そだ、見た目と文字の癖はちょっと違うだろう。おばちゃんにダイアナのふりしてラブレターでも書いてもらったら面白いたずらができるかもな。なんだ、ダイアナちゃんを仲間にするわけじゃないんだ。仲間にできると思ったのに。そうなんだ。まあまあ確かに面白い話だったな。あ、乗れるんだやっぱ。あ、でも何もできないか。きれい。でももう門番いないからさ、書いてもらってもって感じなのかな。うん、ダイアナのふりして門番にラブレターを書いてほしい。これはまた偉いことを頼まれたもんだ。でも確かにあの門番はダイアナにぞっこんって噂だし、案外うまくいくかもしれないね。うん、他でもない、カムちゃんか。あー、もうダメ、言えない。カミちゃんのためだからね。ダイアナには悪いけど、おばちゃん人肌脱いじゃうよ。ダイアナちゃんその後のストーカー被害すごいんじゃない、きっと。お、女神は、女神はじゃない、おかみは便箋セットを取り出すと可愛らしい文字でラブレターを書き上げた。すげー迷惑すると思う、ダイアナちゃん。うん、はい。熟練の技でしたためてくれた情熱的ラブレター、どんなことが書いてあるんだろう。めっちゃ気になっちゃうじゃん。いやでもここにいるんだよな。使う。あー、読めなかった。こっちの反応もね、どんな感じになるか見てみたいみたいなところはあったけど、いつか使えるかな。2回目にも通過したい時とかあればいいんだけど。行っちゃいます、行っちゃいました、行っちゃいますを言うのが遅かった。なぜか檻からの突風にあおられ、おかみのラブレターは吹き飛ばされてしまった。嘘、見たかった。使うことないんだ、これから。なんか収集癖的に残っててくれたらいいのに。ダメなんだね。